栃木の名店を訪れて美食を巡る栃めし。日光市東武日光駅目の前にあるお店、ジェラテリアヒロ。去年4月にオープンしたおしゃれなジェラートショップ。ジェラートはすべて手作りにこだわったものが12種類。ここでしか食べられないオリジナルジェラートを楽しむことができます。中でもおすすめしたいのが、いちご農家直営の新鮮ないちごをふんだんに使った商品。契約農家になりますミブストロベリーファームのいちごを、通常生でも美味しく食べられるようないちごをあえてジェラートなどにして、香りと味の強いジェラートやかき氷などを販売しているお店になります。そんな新鮮ないちごをふんだんに使った自慢の商品、作ってもらいました。まずはカップにたっぷりの練乳を入れておきます。酸味と甘みのバランスが絶妙のミブストロベリーファームのとちおとめ。冷凍させたもの10個程度をかき氷機にセット。氷は使わず、冷凍いちご自体を削ってかき氷に仕上げます。仕上げにもう一度練乳をたっぷりとかければ完成です。県産とちおとめ 100% のいちごかき氷。甘酸っぱいとちおとめに練乳の甘さをプラスされていて、果実が 100% なのでさっぱり食べられるかき氷になっています。日光市で楽しむとちおとめを贅沢に使ったかき氷、一度召し上がってみてはいかがでしょうか。